島田健二さん、歯の矯正ってした方がいいと思いますかって。もうガタガタだったらすればいいんじゃないですか。俺に聞く？歯の矯正した方がいいか。俺かんない。俺はこれ、もう生まれたまま。あ、矯正とかしたことないけど。歯並びいいからな、俺まあまあ。あ、うん、嫌だったらした方がいいんじゃない？綺麗になるよ。うん。HT さん、いつもありがとう。武井さんこんばんは。今日もライブ配信ありがとうございます。ところで私は猛烈な癖毛なのですが、武井さんみたいなかっこいい、髪型の人にどうしたらいいでしょうか。ご教示いただけたら幸いです。俺も猛烈な癖毛なんで、毎日アイロンで全部まっすぐに伸ばしてから、ワックスとか使ってこうくね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 一束ずつねじってもらって、アイロンでこうやって先、毛先をこうやって丸めたりとかしながら全体のフォルムを整えてセットしてるので、俺もこんな綺麗な髪型になったのはタレントになってからです。俺も結構クリクリでテンパーなので、東野さんみたいなあれがもうちょい弱いぐらいのテンパーなので、まあ、俺はそれが嫌だったんで、芸能人になって有名になったら専属メイクつけて髪型毎日かっこよくしてもらうんだって昔から言ってたんで、それが最近かなって毎日綺麗にしてもらってるってことですね。でもアイロンで伸ばす、まあ、180度ぐらいの温度かなぐらいで伸ばして、サラサラにこうまっすぐにしてから整髪料つけてセットしたりするのがいいと思うんですよ。ツンツンにまっすぐしないで、ちょっとふわっとこう、ふわっとふわっとこうこういう感じでふわっとこう、はい、ま、丸みを帯びたような感じに伸ばしてから、全体を伸ばしてからセットすると意外となりやすい。で、その後スプレーで固めるってするのがいいと思うよ。勝ちたかったら登録しとけ。